想像力を働かせればいろんなことができるようになるわけです。イベントのね、イベント会社の人はもうみんなが来ないとダメだ、もうイベントが全部潰れちゃって、もう会社が潰れちゃってこれからビジネスできない、だったらオンラインでどういうイベントができるのか考えればいいわけです。これまで例えばじゃあ音楽をね、コンサート会場とかライブハウスで提供してきたんだったら、じゃあそれを例えば YouTube ライブで何か放送できる、ライブを放送できるね、ライブだって、ライブで例えば今この Facebook ライブ今19人20人の人が見てますけど、インターネットでも発信することはできるわけじゃないですか。いろんなことができるわけですよね。劇場に人が来ない、映画だって別に最初の初回の映画からオンラインで公開したっていいじゃないですか。なんで劇場でわざわざ公開する必要なんですか。あれは劇場で公開するのは劇場の利権システムがあるからですよ。別に最初からオンラインで見るんだったらオンラインで全然見れる、まあ、見ることできますよね。だからそういうふうにいろんなものが、これまでの古いシステムがぶっ壊れて、で新しい技術の革新が起きるときに私たち来てるんです。だからチャンスなんですよ。あなたもこれまでの、これまで自分がやってきた働き方、それをどうやったらオンライン化することができるのか、もっともっとオンラインで最適化するにはどうしたらいいのか、あるいはもしあなたが今これまでオンラインでビジネスを展開してきたのであれば、どうやってあなたがこれまで学んできたオンラインのスキル経験をこれからオンラインをビジネスを作ってきた人に教えていくことができるのか。